元を使ったこうスクリーンショットもう明確に触れておこうかなと思ってます。MODがどうのという前にですね、公序良俗というものに反しておりますので、MODを使ったこうスクリーンショット、まあそれがちょっと卑猥なみたいな話があるのと、あとまあちょっとツール関連っていうのにちょっともう明確に触れておこうかなと思ってます。はい。まあ何が発端かってご存知ない方だと、一応前段軽くだけですけど説明しておくと、MODって呼ばれるツールというかね、誰かが作ったものを使って、ちょっとキャラクター14のキャラクターの服を脱がせてですね、ちょっとこう卑猥なスクリーンショットを作って、ネットに公開していて、なんかこうMOD文化を吉田は認めてんだから OK だろう NG だろうみたいな話になっていて、いろいろあったんですよ。そもそもなんですけど、MODがどうのという前にですね、公序良俗というものにですね反しておりますので、ダメです。はい。っていうか、MODがどうとかじゃなくて、まずその手前の議論として、そもそもダメでしょ。しかもご本人が最悪脱いでわーってすんならご自身の責任ですけど、そのグラフィックスリソースうちのなんでそうですね、そううちのなんでダメですよね。ダメですね。それはダメです。でやっぱりアカウントに対してのねペナルティとかやっぱりなってしまうので、基本的におやめください。で本当にそのツール側とかMOD側とかじゃないと思ってます。そこは、それをねこうしかもばらまくというか、誰でもアクセスできるところにみたいなのはもう本当、もしかすると僕らじゃないところに怒られる可能性も最近ね国によって扱いは違いますけど、ポルノってものに関しては非常に厳しい状況ですので、まずそこをちゃんとご理解いただいた方がいいかなと。インターネットは公共の場ですよっていう。そうですね。なので、是非がどうではなくて、ダメですということをお伝えしておきます。まずね。はい。で、あとですね、もうちょっと付け加えると、そういうことがどんどんもし起きてくると、本当にこの元になってるゲームは一体何なんだって話になって、本当運営するなとか。グラフィックスデータ全部作り変えろとか言われてしまう可能性もあるので、本当そういうことにもつながりかねないのでですね、ぜひおやめいただけるとありがたいです。